き決まって来るの。それでなんか家にずっといてからママに行けないよって言われて、で誘って行くことになりました。ダイエット平成ずっと失敗し続けたからやっぱ食べちゃういやもうね、特に意味はない。とりあえず目立つから、金と銀だと目立つっていう同じくです。で令和平成っていう感じで、そうそうそう、はい、婚活っすかね。するしかねえだろうと、もうやべえだろうと、子孫残せねえぞとこのままだと、そういう気分でございます。懺悔ですか。懺悔は僕はあれですね、平成の時代両親離婚しちゃって、妹に迷惑をかけちゃったんで、まあ、そこはまず妹に申し訳ないなっていうのが一点と、まあ、今後は妹に幸せになってほしいなと、ちゃんとあそこで両親の離婚止められればよかったなっていうような感じですね。平成から令和に変わる楽しみを味わうために来ました。今まで生まれて馴染んできた平成が令和に変わって、なんか神聖な感じがしました。ちょっとこんな感じで一応こんな感じです。どう見ても変人な感じがするんです。一応オリジナルです。今のところ誰か真似してくれれば嬉しいなと思います。誰もしないと思いますけど、友達がいなかったことです。あんまりいなかったです。話す相手ぐらいしかいなかったです。少し話するくらいで、本当に友達という友達はいないです。なんかやっぱ女の子、なんかこういうとこいっぱい、今日もそうなんですけど、女の子をちょっと一回ちょっと捕まえたい、そういう気持ちでここに来ました。今日令和っていう意味を込めて、新しい気持ちで。こいつ不純なんですけど、僕は令和に向けてまず何しようかな、資格取りたいんですよね。資格会計士、よっしゃ。他の人からしたらすごいちっちゃいんですけど、やっぱ飲み会で飲みすぎて、卓上でおしっこしたぐらいですかね。あ、33歳です。はい、そう、 YouTube です。平成と令和の、が変わる日なんで、みんなの思い出に残りたくて、たくさん写真撮られて嬉しいです。歯医者に通いたいみたいな、ずっと放置してたら17本虫歯になっちゃって、これから虫歯をゼロにしていきたいなみたいな感じですね。それはお母さんに迷惑かけっぱなしだったっていう、それが一番ですね。令和中にちゃんと恩返しできるようにします。新しい年に向けて仕事も辞めて、今なんか海外に留学とかしたいなと思って準備しているところなので、ぜひ留学に行きたいです。彼氏が欲しい。彼氏できたんですけど、いや、そうですね、最後の方いなかったので、彼氏が欲しかったなって思います。はい、令和で作ります。そうですね、まあ、それこそネットで見てかっこいいなって思ったので、触発されたって感じですね。こういうゴミ拾いもそうなんですけど、やっぱり他人から触発されて始めるっていうことが多いので、自分でこれをやりたいって思ってから始めるっていうふうなことが、何でもいいのでとにかくやってみたいです。言語とかってあんまり実は気にしてなくて、ただ自分が何年に生まれたかとかもどうでもよくて、ただ自分が今ここにいるっていう、それが一番大事だと思うので。